こんにちは、まさみくんぴよんです。今回はラストイデアの続きなんですが、一回ちょっと撮ってて、データ飛んだんで、先にちょっと進んでます。ごめんなさい。ボスみたいなのがですね、出現するはずだったんですけど、そこの場面終わっちゃいましたね。しかもムービーとかあったんですけど、縦の方がいたじゃないですか。あの方が亡くなったっていうことだけお伝えしておきます。悲しみですね。お亡くなりになりました。で、その子供がいたんですけど、父ちゃんかっこよかったよっていうことを言って、そして、旅立っていきました。そういったこと、いろいろと、お話を省略して話すとそんな感じになります。何も攻撃してないのすごいって言われてるなっていうことがちょっと思いますね。いっぱいいるとこの目標系素敵ですね。ありがとう。いい薬で。薬というとですね、皆さんも大体薬とか、風邪ひいた時とか飲んだりすると思うんですけど、個人的にはパブロンゴールドかなを常備薬として飲んでおります。なぜパブロンかというと、特に、昔から飲んでたからっていう理由なんですけど、だいたい病院嫌いなので、病院は行きませんね。とはいえ、病院に勤めてるんですけど、毎日病院にいるんですけど、病院というところが、患者としてはすごい嫌いです。理由はないです。理由としては、内情を知ってるかとか、からとかそういう理由じゃなく、ただ単にめんどくさいからっていうのと、あと、時間かかりますよね。待ち時間とか、いろいろと。そういう待つことが嫌いなので、いけません。お楽しみはこれからだ。仕事をする立場から言うと、病院は行った方がいいですよっていう風に言う仕事なんですけど、個人的に言うと別に行かなくてもいいんじゃないかと思ってます。自分のあれですからね、体ですからね。そこは、自分で決めましょうと。個人的には行けませんっていうことですね。暑くなってましたね。夏ですね。外出たくなくて、部屋の中でクーラーかけながら、ゆったりとする生活もいいんじゃないでしょうか。熱中症とか多いからね。ちゃんと水分補給とか、しておかないと、脱水症状とか起きてしまうので、こまめにですね。水分補給とかした方がいいですよ。こう、アプリゲームをしながらそういった話をするんですけど、全くゲームと関係ないですね。ちなみに今撮ってるのが土曜日なんですけど、土曜日、今日休みなんで、すごく落ち着いてるって、すごいいいです。でも、仕事の場合もあるので、仕事の時は疲れてるんですけど、休み、明日も休みなので、日曜日で。だから、いいですね。土日休みって素敵ですね。
ジュースうまいね。ドールかな、ドールのアップルジュースすごく飲みたくて、ついさっき買ってきたんですけど、やっぱ美味しいですね。うちの選択肢がないのね。まあ戦うのはドルチと新入りだしね。なんてなもんだ。少しはわしらの身にもなってほしいもんだな。おい、こっちの敵は任せたぞって言おうと思ったら全然やってみた。何で？全然。おいおい、これで見てすぎだろ。みんな突っ込んだんだ。どんどん上。ボスバトル女じゃなかった怖っ。どうするつもりですの？次は手加減しない。なんなのあいつ。仕方ない。出直してこよう。え、なんだったの？Yeah!
したわ。スタバでいい。キャラメルマキアートフラペチーノ飲みたいな。キャラメルマキアートフラペチーノ、いや同じことですか。すごい性が好きです。特にキャラメル多めっていうとすごく嬉しいです。最近スタバ行ってないな。スタバカード持ってるんだけどね。Thank you.
さっきのやつか。あれ？通ってる。さっきの女の子、思い詰めた目をしてたわ。でもさ、いきなり襲ってくるのはね。変なやつがあるんじゃん。こんなやつでいますか。ボスみたいなのいるから、そしたら危ないって言うと知らせが的なやつじゃなくて、あ、ちょうど20分超えましたね。このあの、ここで終わりにしたいかなと思います。ただ、装備とかちょっと、見ましょうか。あれか、そういうことか。すごいや。骸骨ではちょっと持ってきたので。
うん、こんなもんかな。はい、ということで、ここで一旦終わりにしたいかなと思います。まあ、装備変えて、スキル付きのやつでやってて、だいたいこれぐらいです。総合耐久力がちょっと低くなってきましたね。はい、ということで、では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。